マイラウンド以下のアーティファクトを一つ選ぶ選択することができます。スチューさん、要はそういうことだよね。これ4ダイスだっていう話になるんじゃないの。どういうこと？これマイナス要素じゃない？え、全部マイナス要素じゃない？
はい。これ何の価値があるんだこれに。え、なんでマイナス要素しかない。マイナス要素しかないんだ。いらないです。いや、いらないって選択ないんだ。下もこれか。22で55で。フルアイスが強すぎる。呪いって何ですか？え、 0.2 倍に乗算されますってさ、 1.2 になるってことなのか 0.2 倍されるってことなのかで話変わってくるよね。こっち1プラス 0.7 って書いてあるんだよな。これマイナス要素だよ。時はプラス要素なんだ。
大いにまずいねこれ。あ、いや、フルハ低いな。6543を引いてくれ。一応3倍してもなんだよな。だったらクアドラ狙っていくか。どういう計算で35なんだ。あるよ。来た。ただ問題がここで狙える目が少なくなっちゃったことだよな。あと20点。一発目が大事すぎるな。出ないと意味ない。マジマジで、しょっぱ。倍率出てない時だと怖いよ。1の目の時に 3.5 倍がかかってるんだよ。
そういう意味か。
こで打った方がいいんか。この瞬間に出せる数字出した方が強いので、これ3で出します。初ターンはこれが多分一番強い。大事なゲームすぎるな。来た。いや微妙なラインだなこれ。あるなあ、あるわ。これを増やすっていう表現こういうことだよ。初手で半分超えんだから。だこれもこれでいいと思う。じゃあなんで5が 3.5 倍がそんなかかるのかっていう、っていうか400点になる理由がわかんないな。最高だ。
違う。これロールしない方がいい。いいなこれ。いや、ここで打った方がいいか。これもここで打った方が良さそうな気がするけどね。ここはフルハウスを狙った方がいい。できれば3で。なしなし。これででも半分か。べきじゃなかったかな。 そうか、ロック解除できないんだ。よく出た。
ると思ってなかった。ペンタは出ないんで、いいっす。ラージストレートを狙いに行くべきだったかな。ここもだよね。ここもラージストレートを狙いに行くっていう選択肢があるんだよね。いや嘘だわ、3じゃん、引かなきゃいけないの。失敗したわ。ラッキーフルハウス。ただもうこれ重要だわ。最初よく分からずに取っちゃって、2と4のフルハウスを狙ってくのに4の目を最初から無効にしたのが損だったし、もうちょいよく見えなきゃいけない。